にちは、マットです。いやー、今年はね、本当に試乗の機会に恵まれていますよ。ということで、今日試乗させてもらうのが川崎の ZX10R ではなく 10RR です。これですよ、これ 10RR です。いやーね、実際 10R でも試乗させてもらえることってなかなかないと思うんですけど、なんとお世話になっているバイクショップナベさんで絶賛、今だけ多分この玉があるだけなんですけど、 ZX10RR の方、上位モデルの方ですね、方を試乗車にしちゃったっていうことで、ぜひ一回乗ってみなよっていうことで今日動画撮らせてもらうんですけど、いや、いいっすね、高級感があって。ここも RR、 エクストラ R ですよ、もう一つの R。 多分 ZX10RR はウィンターエディションなんですよね。なんでこの冬っていうのが、あの、多分日本人からするとうーんって感じなんですけど、これ結構外国人受けはいいみたいですね。感じが入ってて、これがジャパニーズクールらしいです。シートシングルカウルもそうですね。僕にはちょっとこのセンスはわからないんですけど。いや、いいですね。やっぱりあの先代のモデルからね、パッと目を引くのはこのバランスフリーフロントフォークですよね。昭和のサスペンションで、で、あの 10R の方にももちろんあの延べ棒みたいのがついてますけど、僕もド素人なので詳しいことはわからないんですが、一応こうさすがこう高速で動いてると泡立ってきちゃって、こうなんていうか振動を吸収してくれなくなるので、でこれ窒素を注入することによって泡立ちを少なくして抵抗を少なくするって形ですかね。まあ要するにこの延べ棒がついたことによってよりこう振動が少なくなったってことですね。詳しいことはわからないですが、いいですね。そしてブレンボーキャリパーで、リアサスも確かこれ昭和のバランスフリーのリアサスだと思うんですよね、確か。そうですよ、バランスフリーなんで、これと同じシステムですね。バランスフリーのサスペンションのバイクに僕乗ったことないので、どんな乗り味かすごく気になりますね。一つ R が増えて何が変わったのかっていうと、ほぼ吊るしの状態でかなり 1000R は戦闘力高めですからね。あのスーパーバイク選手権で15年に川崎が優勝して、でやっぱりこう R1 とか CBR とかいろいろ各社フルモデルチェンジしてきて、さらに負けたくないっていうのがね、この 10RR には出てますよね。まあ、僕が素人目に見てパッと分かるのはマルケのアルミの単造ですね。マルケ G のホイール 10R にはアップだけのクイックシフターはついてるんですけど、 10RR はダウンもついてるってことで、そのねダウンシフトも試しながら走っていきたいなと思いますね。さて、取り回しを、おお軽い、190キロぐらいでしたっけ確か。すげえな、立体 SS なのにこんな軽いんだ。今持ち上げた瞬間が、僕ミドルクラスのデートナー675に乗ってるんですけど、デートナー675とそんなに変わらなかったですよ今。ちょっと、まあ、ちょっとリッター分重くなったなっていう感じなんですけど、鍵がかっけえ、見てください、この H2 みたいな鍵ですね。この RR のロゴもやっぱり一味変えてきてますね。では早速お待ちかねです、メーターウィーン選手権。またがった感じは、うん、足つきもそこまで悪くないですね。さて、さあ川崎門ですよ、川崎門行きましょうか。ニュートラルイモだった。よし、 OK ですね。さあ行きましょう。おおスイート出てくる。おお、まああくまで公道の試乗ですので、公道で走ってどんな感じかっていうのをちょっとね体験していきたいなと思うんですが、川崎の ZX10RR、 これ川崎のねブライト正規逆輸入車なんですよね。だから正規の逆輸入車なので公道も走れるぞっていうことで、保安部品もついてて、サーキットと特化したモデルだけじゃなくてね、公道も全然走れるようにできてますので、サーキットでのね走行はいろんな多分ジャーナリストの方々がやると思いますので、僕はちょっと公道を走ってどんな感じかっていうのをね試したいんですが、すっごいですよこれ。
ちょっと待って、こんなヒラヒラしてんだ川崎って。絶賛商店街と住宅地を今走ってるのでスピードは出せないんですが、この商店街と住宅街をねちょこっと走っただけでも分かるこのヒラヒラ感やべえ。給油してる絵も様になりますね。いや結構 10R 好きなんですよね。さてまさかの給油タイムでしたが、気を取り直しまして行きましょうか。よし、ああこうやってでも街乗りでゴソスタから出てく感じでもね全然違和感ないですね。すごい乗りやすいです。まあ街乗りの普段の光景だと思いますが、街乗りしてあえて出てくところも何のね苦もなくスムーズに発進できますからね。ということで改めまして試乗コースに復帰しました。給油はお疲れでした。ちょっとそのコーナリングのヒラヒラ感を今左折しますので、ヒラヒラ感を改めてちょっと体験したいなと思いますが、 OK。 おお曲がる、めっちゃ曲がる、やべえ。すげえコーナリングすげえな川崎。いい音、いい音だけど、さすがに ZX10R ですからね、一旦 SS だからぶっ飛ばしてると速攻捕まりますからね。ちょっと一速で煽っただけでもかなりのスピード出ちゃいますからね。いやでもこのヒラヒラ感すごいな。へー、あの川崎乗ってる方がね、川崎は結構ヒラヒラするよって言ってたんですけど、ああそうなんだ、ヒラヒラするんだと思ったんですけど、いやこれこそまさにねすごくヒラヒラ走れるバイクですね。おーランボーガールドでした。今リアしか見えなかったんですけど僕。いやーでも川崎のこのコーナリングすげえな。さすが電子制御の名前に川崎コーナリングシステムって名前を入れてるだけあるな。ワイルドの月は3号ですか。で足つきですね、足つきとポジション、僕は165センチなので結構身長は低い方なんですけど、両足つこうとすると親指の付け根ぐらいですかね、親指の付け根がギリつくぐらいで、やっぱりシート高的にはそんなに高くないんですよ乗ってる感じ。僕の乗ってるデイトナ675、あれが確か830ミリぐらいなのでシート高自体はねそんなに違和感ないんですが、やっぱりこのデイトナは3気筒で、これはマルチで4気筒ですからね、4発分ここのやっぱタンクがちょっとでかいんですよね。ここでかい分ね足つきが若干悪いかなって感じですけど、クイックシフターを楽しみましょうか。ダウン、おお、スムーズに入る。アップしますよ。で、ダウン。おお、これエッセン WR 以来のダウンシフトもついてて、すげえ感動してる今。まあ、川崎の 10R はアップだけ。で、この川崎の ZX10RR はダウンもついてるっていうことで。で、多分。ダウンをするときはアクセル戻して、アクセルを戻さないとダウン入らないですね。これは先日ね、実はちょっとこの 10R と比較したくて、ヤマハの YZF-R1 の2016年モデルですねの R1 をね乗ってきたんですけど、自分の中で R1 至上主義だったんですよ。リッター SS に乗り換えるなら R1 が欲しいなとは思ってたんですけど、これちょっと乗ると10R やばいっすね。 R1 はね乗った感じの感想はこの 10R よりさらにポジション悪いですし、結構戦闘態勢きつめですからね。あれ僕の乗った個人の印象だと 10R ほどヒラヒラしてない感じでしたね。 R1 もねコーナリングのヤマハですから、あれはあれでデイトナー675にすごい似てまして、自分で倒し込むとすげえスッて曲がって入ってくるんですよね。鋭角に入っていくんですけど、これはもうねちょっと体入れただけでねスイーッと曲がるぐらいヒラヒラしてますね。これは感動だな。そうなんですよ、 R1 の方が自分で倒し込んでって
スパーンと鋭角に鋭く入っていく感じで、でこの ZX10R、まあ、10RR の方はもう最初から乗った最初 あの直進からすごいヒラヒラしてるんですよ。こういう感じで何このヒラヒラ感と思ってさっきも言いましたけど、純粋に山行くだけでもすげー楽しいと思う。これこのヒラヒラ感はやばい。オーリンズのステアリングダンパーで、でフロントが昭和製のバランスフリーフォークで、リアが昭和製のバランスフリーリアサスペンションということで、あのすごく、あそうだ、これ街乗りレベルでもすごくわかるんですけど、僕のミドルクラスのデートナー675とかでもこういう街乗りでね、こういう道の小さい段差、隙間ですね、わだちみたいな隙間の段差とかマンホールの段差を結構振動で拾っちゃうんですよね。ガタンガタンって言って拾っちゃうんですけど、このバランスフリーサスペンション、フロントとリアのねバランスフリーサスペンションってすげえなって今思いましたね。いやなぜなら振動をねほとんど拾わないんですよ。すげえぞこれこういうねつなぎ目ですね、道のつなぎ目、この振動がね、まあバイク自体の振動はガタンってきますけど、このねバランスフリーのサスペンションがすごい食いついてる感じがすごいです。ガタンってなって上ってならないですね。これがバランスフリーサスペンションなのか。この街乗りでこのサスペンションの凄さを体感できるので、サーキットとか行ったらもっと感じられるんでしょうね、きっと違いを。全然あの嫌じゃない振動ですね。振動自体はまああの段差ですから振動自体は拾うんですけど、その振動がね身体に来る嫌な振動ではない、すごい緩和されてる感じがしますね。いやでも ZX10RR で上位モデルを出すんだったらこのメーター周りはもうちょっとなんとかならなかったかなと個人的には思うんですけどね。結構見づらいような気がするんだよな、これなんかここまでやるんだったらフル液晶でよかったんじゃないかなと思うんですよね。 R1 とか CBR も液晶パネルになってますし、リッター SS だからって身構える人が多いと思うんですけど、こいつはねすごいねフレンドリーですよ。ドン付きもないですし、かなり回すとねさすがにリッター SS なので凶暴さはあるんですけど、街乗りしてる分にはね全然いきなり加速しだすとかっていうのもありませんし、一般的な SS と言われるポジションでもありますし、もちろんハンドル位置も僕のリッターより近いし、乗った感じはね全然楽なんですよね。足つき若干悪いですけど、まあ、個人的には R1 推しだったんですけど、 R1 よりすごい乗りやすい。だけどねあの R1 のクロスプレーンエンジンはね未だに憧れがあるんですよね、僕の中では。はい、ということで川崎の ZX10RR の試乗なんかねなかなかできないと思いますから、もし機会があればバイクショップ鍋さんで試乗してみてはいかがでしょうか。よし、ご視聴ありがとうございました。